鉄鉱石、鉄鉱石、鉄鉱石とは、製鉄原料となる鉱石である。鉄鉱石の主要成分は酸化鉄であり、多く使われる鉄鉱石は赤鉄鉱、地鉄鉱、滑鉄鉱、地鉄鉱の粒状鉱物である砂鉄などである。他に、針鉄鉱、針鉄鉱と組成は同じだが鉱物としては区別される、鱗鉄鉱、皮脂鉄鉱などが存在する。 これら鉄鉱石を主に産出する鉱山を鉄山と呼ぶこともある、群馬鉄山など。金属光沢のある自流鉄鉱、金色に光る木鉄鉱は鉄を含んではいるが、鉄鉱石として製鉄に用いるには適さない。古来、製鉄に使われた鉱石は砂鉄、自鉄鉱であった。自鉄鉱は比重が約5.2と商業的に利用できる。 鉄鉱石の中で最も大きく、流水による潜鉱により、純度の高い鉱石が容易に得られた。近代的な溶鉱炉による製鉄技術が確立されるまでは砂鉄を使ったタタラ製鉄が主流だった。現在では、露天掘りで大量に採取できる赤鉄鉱を使用した鉱炉による製鉄が主流である。日本では、新日本製鉄釜石製鉄所の鉱炉が、 釜石鉱山から産出される自鉄鉱を使用していた。鉱炉へ投入するには、塊やらがねでない粉状の粉鉱は焼き固めてペレットに加工する必要がある。鉄鉱石の日に品質は鉄の含有量によって様々である。高品質の鉄鉱石は、鉄鉱石の成分のうち 50%65% が FE である。このような鉄鉱石は世界に役に レーレレ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 とあると言われている。低品質の鉄鉱石は高品質の鉄鉱石の5倍以上あり、全世界の鉄鉱石の量は1兆トンを超えている。なお、これは地球に存在する鉄のうち、人類が採掘できる地表面のほんのわずかな部分だけである。地球の中心核はほとんどが鉄でできており、海底には鉄鉱石が無人像にあると言われている。 地表でも、鉄は、酸素、ケイ素アルミニウムに次いで多く存在している。鉄鉱石の火災埋蔵量は、他の金属と比べて桁違いに多い。防気サイトは280億トン、銅は6億トン、亜鉛は3.3億トン、鉛は1.2億トン、ニッケルは1.1億トンである。地球の誕生当時、大気、海中の酸素分子比率は、極めて低く、 酸素原子のほとんどは水素、炭素などと結びついていた。このため、無酸素状態の酸素還元的な環境や酸性運によって地表の鉄分は鉄イオンとして大量に海水に溶解していた。また、海底火山によって地球内部の鉄が噴出して鉄イオンが海に供給された。十二二十七億年前にシアノバクテリアやストロマトライトのような光、 合成生物が大量発生して酸素を吐き出したため、大気中、海水中の酸素濃度が高まった。この酸素が海水中の鉄イオンと結びつき、それまで海水中に溶解していた鉄イオンを酸化鉄に変えた。酸化鉄は沈殿、堆積して広大な赤鉄鋼の鉱の交渉を形成した。その後、作り山運動により海底にあった交渉は隆起し、 地上に押し上げられた。現在の主要な鉄鋼石鋼山はこのようにして形成された。酸素が少なく温度の高い地下深くでは鉄は自鉄鋼となった。鉄鋼石は世界中から産出するものの2006年時点の埋蔵量1800億トンのうちロシア、オーストラリア、ウクライナ、中国、ブラジルの上位5カ国だけで約73%を占める。 コスト、品質の面から商業的な鉱山が創業できるのはオーストラリア、ブラジル、中国、カナダ、インド、ロシア、アメリカ合衆国、ウクライナなどに限られる。これらの国は地面から直接鉄鉱石を掘り出す露天掘りができる。特にオーストラリアやブラジルの鉄鉱石は FE の占める割合が約65%と高品質である。これら鉱山は ほとんどが赤鉄鋼であり、数十億年前の海中に堆積したと考えられている。産出地別の産出量では、ブラジル、オーストラリア、中国、インド、ロシアの上位5カ国が76%を占める2005年。なお、第二次世界大戦直前の1937年の統計では、アメリカ合衆国と、キルナ鉄山を有するスウェーデンの2国だけで、 全世界の産出量の85%を占めていた。2005年時点、この2カ国の産出量は1937年当時とあまり変化していないが、シェアは5.9%に低下した。これは、世界全体の産出量が9、780万トン、1937年から8億2900万トン、2005年に増えたからで、ある。採掘された。 鉄鉱石は、ベルトコンベヤーなどの設備によって、貨物列車や、貨物船、河川用に積み込まれ、輸出港まで運ばれる。そこから、鉱石運搬船という鉄鉱石専用の貨物船で、外国へ輸出され。なお、トラックはコストが高いのであまり使われない。鉄鉱石は、貿易上重要な資源の一つである。取引される重量でも石油に次ぐ。 2003年度の鉄鉱石の海上貿易量は5億に0000トンだった。イギリス、韓国、フランス、ドイツ、日本など主要国は鉄鉱石をほぼ100%輸入に頼っている中でアメリカ合衆国は輸入依存度が23%と低い。なお、鉄資源としては鉄鉱石以外にスクラップなどリサイクル用の鉄が約3億トンある。 鉄鉱石の需要と価格は世界景気により変動する。後景気時には鉄鉱石の需給がタイトになり、鉄鉱石が重要な資源として改めて注目される。主な貿易国であるオーストラリアとブラジルは地政学的な地位を高めている。中国が2004年にブラジルに大使国家として経済的分野での接近を図ったのは、こうしたブラジルの資源に着目したことも、 要因の一つに挙げられている。2005年度の国別輸出量は、オーストラリアが33.4%、2億3940万トン、ブラジルが31.3%、2億2416万トン、インドが10.2%、7340万トンである。輸出シェアは、ブラジルのバーアレ、キュウリオドセ オーストラリアイギリスの BHP ビリトントリオティントの鉄鉱石三大メジャーが約80%を占めている。1990年代に市況低迷による合理化や淘汰が起こった。その結果、業界の再編が加速し、河川化が進展した。輸入量は長年日本が世界トップだった。しかし中国の経済発展により2003年度に 中国が日本を追い越して世界トップになった。中国は自国で鉄鉱石を産出できるが、それらは低品質の鉄鉱石、FE の占める割合が約30%、たい40%、50%が必要と言われているのため、結局はコストが高くなってしまう。よって高品質の鉄鉱石を輸入に頼っているのが実情である。 2005年度の国別輸入量は、中国が37.5%、2億7526万トン、日本が18.0%、1億3231万トン、韓国が5.9%、ドイツが5.3%、フランスが2.7%、イタリアが2.4%、イギリスが2.2%、台湾が2.0%である。東、 アジアだけでに3を占めている。2016年時点の日本は日本刀の製造に用いられる砂鉄と製鉄ではなく飼料や消臭剤などに用いられるカッテコ、リモナイトが少量のみ産出されるだけでほぼ全量を輸入している。2006年度は1億3、429万トンを輸入した。国別輸入先はオーストラリアが61%、 ブラジルが22%、インドが7%である。近年、中国の急激な経済成長より、鉄鉱石が不足してきた。しかし、不足したからといって、増産は、簡単にできない。鉄鉱石鉱山の開発には、鉱山だけでなく、鉄道、港湾などの設備も必要なため、完成するには、数年単位の時間がかかる。さらに、鉄鉱石メジャー3社。 バーレ、リオティント、BHP ビリトンが輸出シェアの80%を占める典型的な河川業界のため足元を見て価格を釣り上げている面もある。このため世界景気拡大期には鉄鉱石価格が冒頭することもある。2005年度の価格が日本鉄鉱メーカーと鉄鉱石メジャーとの間で決着し前年比70%を超える過去最高の上昇率になった。 日本鉄鋼メーカーにとって他の鉄鋼原材料と合わせて1兆円のコスト案になり鉄鋼製品への価格転嫁が最終製品への価格転嫁までつながる様相を示している一般には数年前からの鉱山開発が2006年には稼働するためその頃には需給が緩和すると予測された鉄鋼石価格の高騰とユーザーによる資源確保は大手メジャーのある ブラジル・オーストラリアの地政学的な地位を向上させるまでに至っている。2010年、オーストラリアのギラード首相と業界との間で、鉄鉱石に新税を導入する行為が成立した。実施は2012年7月に予定されており、実施後はオーストラリアからの鉄鉱石の輸入に依存する国経済への波及が予想された。鉄鉱石の安定供給のためには、 鉄鋼石鋼産会社と長期契約を結ぶ必要がある。しかし、鉄鋼石鋼産開発は多額の設備投資がかかり、契約交渉にも多大な労力がかかる。鉄鋼生産に集中したい鉄鋼メーカーとしては、その交渉役を商社が務めることがある。三井物産、伊藤忠商事といった日本の大手総合商社の鉄鋼石部門のほか、スイスに本社を置く。 資源商社グレンコアなどである。これは、鉄鉱石だけでなく、他の資源も同様である。2007年度、10位以下はイラン、約2200万トン、ベネズエラ、約2000万トン、カザフスタン、1900万トン、モーリタニア、1200万トン、メキシコ、1050万トン、ペルー、800万トン、チリ、780万トンなど。 リベリアはかつて鉄鉱石の輸出国であったが、内戦によって輸出できない状態が続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。